中流軍用地特措法。中流軍用地特措法とは、日米安保条約に基づき、在日米軍基地に土地を提供するために定めた特別措置法である。正式題名は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全、保障条約第6条に基づく施設及び、区域並びに、日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に、 伴う土地等の使用等に関する別措置法。1951年、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約、旧安保が締結され、日本は米軍に基地の用地を提供する義務が生じた。米軍は終戦直後より基地用地として国有地、民航有地を問わず接種していたが、日本の主権回復によって強制的な。 接収から合意に基づく提供へと移行することとなり、民交有地の提供にあたっては、日本国政府が土地所有者と賃貸借契約を結んだ上で米軍に提供することとなった。しかし、土地所有者の中には、反米感情から国との契約に応じない者も,も多数いた。一方で、条約締結によって米軍への用地提供は、日本国政府の義務となったため、 国による土地の共同使用の手段を整備する必要が生じた。土地の強制収容、使用については、当時から土地収容法が存在していたが、同法の手続きは非常に厳格であり、手間も時間もかかるものであったため、条約上の義務を履行するという大義名分のもと、土地収容法の手続きを簡略化する目的で、中流軍用地取得法が制定された。 1952年に本法案が政府によって提出され、自由、共同、民主クラブ、緑風、緑風は、党に拘束なしの賛成、右者、左者、改新、共産の反対の結果、可決成立したのが、本法律である、旧条約では第3条、新条約では第6条。用地の選定は、内閣総理大臣、現在は、 防衛大臣が権限を持ち、首相が中流軍のように供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を中流軍のように供することが適正かつ合理的、第三と判断した場合は、国内のいかなる土地でも使用、収容できる借地代は保障される。ただし、主権回復とともに米軍に提供された土地は、国有地が大半であり、 本法律の適用はそれほど多くなかった。1961年以来適用例はなかったが、1972年にアメリカの統治下であった沖縄県が返還され、その後も在日米軍基地の大多数が集中する地域であり続けたため、その対応をめぐって同法が再びクローズアップされるようになった。沖縄県では、 アメリカの統治下時代に膨大な面積の民有地が摂取されたため民有地や県市町村有地の割合が県内の軍用地のそれぞれ3割以上と際立って高かったそのため沖縄が日本に返還された結果米軍からの土地返還を求める地主もそれだけ多くなりさらに米軍基地に反対する反戦地主もこれに割ったさらに国有地の中にも 第二次世界大戦中に無償収容された土地があり、求人主たちは返還訴訟を起こしていた。1995年最高裁判所で求人主側の全面敗訴。日本政府は返還1年前の1971年12月に次元立法の沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律、公用地暫定使用法で5年間は引き続き、 強制使用を可能にし、その間に買収、または賃貸借契約をしようとした。しかし、5年経ってもそれに応じない地主が多く、1977年5月に、沖縄県の区域内における、一協会不明地域内の各筆の土地の一協会の明確化等にする、特別措置法、地籍明確化法の不足で、使用期限を10年に延長した。 この法案成立の過程で4日間の空白が発生している。1982年に同法の期限が切れると21年ぶりに中流軍用地特措法を沖縄県に適用し引き続き使用を続けた。その後、日本政府は1987年、1992年と中流軍用地特措法に基づく使用採決によりその使用権限を取得してきた。 1995年に駐留軍用地、特措法上の手続き上において、大田正秀沖縄県知事が代理署名を拒否したことで、これにより沖縄代理署名訴訟が起こり、県が敗訴した1996年に使用期限が切れて、不法選挙となった祖別通信書の土地が現れた。地主の千葉名正一らは即時返還を要求した。そこで、 政府は引き続き使用を続けるための改正案を出した。米軍基地の地主が契約期間満了後の更新を拒否した場合でも、収容委員会の審理中は保証を行うことで暫定使用を引き続き可能とするもので、さらに委員会が使用を却下しても、防衛施設局長が審査請求を行うまは引き続き使用を可能にした。しかも不足で使用期限が切れた土地についても、 遡って改正案を適用し、土地の明け渡しをせずに済むようにした。また、新たに土地を使用するための規定を設け、収容委員会が却下採決を出した場合、首相の権限で使用できるようにした第24条。こうして、反戦地主と収容委員会を無力化し、土地を永久に借りておくことができるようにするものだった。この改正案に沖縄県では、 激しい反対運動が起こったが、本土での関心は薄かった。さらに、国会では、99%のシェアを持つ二つの、新聞、琉球新報と沖縄タイムスによって、それも、反戦地主になっている幹部の元にある、新聞社が発行する新聞によって、沖縄の心が、マインドコントロールされておる、1997年4月9日衆議院。 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する別委員会公聴会、新審、西村慎吾。反対の参考人として招かれた荒崎森デるに、主権は安全保障上の重大な国家の利害のために、政権を受ける、1997年5月16日衆議院、法務委員会、西村、日米安保の検事を強調し、安保反対派を、 極めて少数の、はっきり国益に反する存在であるとした上で、沖縄は、もちろん日本の一部でございまして、日本という大きな船の中の一つでございます。沖縄というところは、例えば、エンジンルームに近くてうるさくて暑い、だから不公平だということでございまして、その負担を、ある程度みんなで分けようということをやっているわけで、ございますけれども、完全に分けられるはずのものでもございません。 1997年4月16日参議院、校長会、賛成の参考人、岡崎久彦といった論調が目立った。改正案は自民と新身が合意し、民主も賛成の意向を見せたため、圧倒的多数で可決される見込みとなった。衆議院委員会通過後の4月11日、自民の野中広務委員長は、本会議での委員会報告の最後、 この法律がこれから沖縄県民の上に軍下で踏みにじるようなそんな結果にならないことをそして私たちのような古い苦しい時代を生きてきた人間は再び国会の審議がどうぞ大政翼3回のような形にならないように若い皆さんにお願いをして私の報告を終わりますと付け加えた自民と新進の保護連合を牽制したとも 請求な審議への戒めとも言われているが、新進党は、この発言の会議録からの削除を要求し、同党の要求通り会議録から消された。4月11日の衆議院通過後、4月17日、自民、新進民主、先駆け、太陽の賛成、共産、社民、新社、沖縄社代、二院などの反対で、可決成立した。衆参ともに、 9割前後が賛成の圧倒的多数での可決だった。社民はこの当時、格外協力で与党だったが、本法案には反対した。2013年11月27日に最高裁判所は中流軍用地特措法改正は合憲という判決を出した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。